ヒーハー。はい、始まりました。ゲオで、バニーファイトのこのミカドエボリューションも一緒に買ったんですけど、はい、今日発売のこのパッドライトウォーの、はい、これ買いましたね。でプレミアムサウンドエディションが売ってなくて、あ、これ買いましたね。まあとりあえずストーリーができればいいんですよ。あと昭和ライダーが結構参戦するんで、僕的にちょっとやりたいなと思って、ブラックとかもなんか出てくるらしいんですよね。 RX とか、あと V3 とかも。これはね、買っといて損ないかなと思って、前のパドライトの最初のやつは持ってるんですけど、あの仮面ライダーウィザードの、あれは確かウィザードは持ってて、でウィザードの方はあれでしたね。あ、ちなみになんかシリアルコード的なやつが、はい、なんかこれショッカー戦闘員バージョンのやつが、はい、手に入るみたいですね。まあ一応電子説明書なんで、これには説明書は載ってないです。はい、なんかこれはチェイサー、仮面ライダーチェイサーっていう、はい、ドライブの新たな伝説が誕生する、こんな感じで、はい、っていうことでございます。はい、でこれがソフトですね。でプレステ3でやろうかと思ったんですけど、プレステ3がちょっと最近できなくて、まあどこでも持ち運べてやれるビータの方がいいなと思って、こっちを買ってしまいましたね。プレミアムサウンドは別に、なんつうんだろう、まあ本当はそっちの方がいいんですけど、まあ金もね高いし、まあいいやこっちでみたいな、ストーリーできればいいやみたいな、そんな感じです。ここにブラックとストロングがいます。じゃあご視聴ありがとうございました。ておい。